皆さん、こんにちは。漢字チャレンジ1026今日の漢字はこれです。このビデオの最後にはこの漢字を使った言葉が読めるようになります。このビデオでは4つのステップで漢字を勉強していきます。ステップ1では漢字の意味 そして漢字の読みを学びます。ステップ2では漢字の書き順を見て学びます。ステップ3では漢字を使った言葉の意味、そしてこの漢字の読み方を学びます。ステップ4、最後です。ステップ4ではこの漢字を使った言葉が読めるかどうかクイズをします。それでは始めましょう。 意味は for o 音は kun はよ、四つ送りが夏です。四つ小さいつ。四つそして四ブッシュは国構えといってこの四角ですね。この四角がブッシュになっています。格数は5です。1 二2 3 4 5 12345。ここ止めです。ここ曲がります。で、中から書きます。払い止めで止め。五角です。12345。2 3 4 5 April 4th 四月四日と言います。四月四日。四月四日。スモールツです。次、カウンティングオブジェクト。四つと言います。四つ。 4つ、small, t 大きいつ s u 4つ。4 clock, 4時です。4時。4じゃありません。4です。4時で。4 people, 4人です。4人。4人。4, 人4月4日。4つ。 4時4人ステップ4です漢字が読めるかどうかクイズをします今から私が言葉を指で指します皆さんはその言葉を読んでください皆さんの後に私が答えを言いますこれは4時これは 4つ4人4月4日次はスピードを上げますこれは4月4日4人4つ4時私が言葉を指します。皆さんは読んでください。 答えは言いませんどうでしたか漢字が読めたという人は Like ボタンを押してください今日のビデオはこれで終わりですまた明日会いましょうさようなら This project is for the people who wants to learn kanji I'm going to post one kanji per day. Our goal is to remember or memorize 1026 kanji. If you are up for the challenge, please subscribe my channel. I will see you tomorrow. Bye!